今大注目のショッピングサイトのテムで2万5000円分買ったので開封レビューしていくぜ。おら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 、行くぜ。まずは靴を脱いでこうやって揃えてと、ポンポンと、よっこらしょと。どうもスタッフさんです。それでは早速開けていくぜ。まず一つ目はこれだ。猫の強化おもちゃ、猫のモグラ叩きおもちゃ箱。猫の手形のレバーを押すとモグラさんがひょっこりと出てくるぞ。そして奥には爪とげがあるという構造だ。それでは早速遊んでくれるか試してみようぜ。おーっといけない、こいつを差し込むのを忘れていたぜ。お兄さん、僕を忘れちゃいけませんぜ。どうもハチボインボインです。さあ行った、チャイちゃんの登場だ。一応ハチボインボインが気になってたけど、今は爪とぎの方が気になっておすんすんしてる模様だ。おーっと、ハチボインボインに行った。おお、また爪とぎの方行ったぞ。おお、爪とぎのが気になる。お、出た、スタッフさんがボインボインやってます。どうだ、反応はどうだ。お、高速ボインボイン来た。高速ボインボインは無視して爪とぎの方をスンスンしてます。お、乗ったぞ。チャイちゃんが乗り出した。乗って、どうする。おーっと、爪とぎだー。そして、スタッフさん、高速ボインボイン発動。おー、すごい。これにはチャイちゃんは全然気にせず、ハチボインボインの方をこう匂い嗅いだりメロメロしてます。いろいろとボインボインじゃないや。スタッフさんは、あの手この手とやりなモグラをアピールして、あー、チャイちゃんがいなくなった。続いての商品はこちら、猫の裾ファーベッド。こんな感じの毛足の長い素材。こんにちは。大きさはこんな感じ。うわー、食べられたソファー三昧。はい、拍手。うわ、これバッドポイント。毛がね、いっぱいつきますね。それでは早速置いてみましょう。おっと、早速、かりんちゃん気になってます。おっと、早速そのソファーのところに行くか。おっと、同じところに近くなってきた。少しずつ。近づいていってます。どうする。まずはおすんすんでファーストコンタクト。どんなものか確認と、そして周りに誰かいないかチェックしてる。どうする、周りに誰かいなさそうな雰囲気が出ているところでまたおすんすんでチェック。おっと、中まで入ってきた。頭だけが中。おっと、左足を着地させてきました。それからどうする、まずさらにおすんすん、奥の方をおすんすんしております。一体このまま右足も入れてそのままくつろぐようになるのでしょうか。そのまま続けて見ていきましょう。お、右手を入れたぞ。右手を入れながらおすんすんをしてます。おすんすん、念入りなおすんすんをしてます。この後どうなるのか。念入りのおすんすん、これは危険じゃないんだろうなっていうのを確認してます。またさらに、誰かに見られてるんではないかなっていうのをチェック。お尻じゃなくて尻尾がちょっと動いたぞ。さあどうする、このまま、おーっとー、ソファーから降りた。そして元のソファーの位置にジャンプしてゴールイン。続いての商品はこちら、ぬいぐるみ人生犬用ベッド。ラウドぬいぐるみ、袋から取り出したらこんな感じ。毛足が長くて気持ちいい感じのやつ。さっきのより密度が濃い感じがしますね。さっきのにもありましたけれども、裏側には滑り止めがついておりますが、全然滑ります。それでは早速使ってくれるか、スタート。おーっと、早速かりんちゃんが見に来た。まずはおすんすんからのファーストタッチ、奥の方確認。周りの人誰か見られてないかも確認しております。おっと、どうするんだ、このさっきの同じのを見たけど、今度はどういう気持ちで見てるんでしょうか。おー、いろんなところを確認しました。裏側をまずチェックしております。おー、早い。まずは右手を出しました。おー、今度は左足入った。さっきよりスピードが速い状態でこのソファーベッドの中に入ろうとしている。周りを気にしてこう一回カメラも確認した。奥の方も気にしております。一体どうするんでしょうか。肉球にぬくもりを感じているんでしょうか。そのままどうしたいと思ってるんでしょうか。カリちゃん、一体どうする。おーと、さらに奥に後ろ足入れた。おー、後ろ足両方入れました。右後ろ足、左後ろ足両方入れて、あたりを見合わせてもらいます。このまま、座り込んだりするのでしょうか。ここからおっと、何か、F1 が走ったかのような感じで右から左にジャンプした。まさかのジャンプ、ゴールイン。肉球がズバッと埋まって気持ちよさそうです。それでは続いての商品はこちら、白い猫の帽子のおもちゃ、インタラクティブおもちゃ。実物はこんな感じ、ほとんど写真と一緒ですね。なーにこれ、もう提灯暗号的なやつ。ちゃい猫なのに、もうどうして猫を提灯暗号にさせたいのかしら。もう続いての商品はこちら、猫ちゃんのアクセサリー各種。
まずは黒の蝶ネクタイ、決まってる。そして続いては水色だ。そしてカリンちゃんに珍しい大ピンク、表情もいいぞ。そして次は茶色、体の色と馴染んでグッド。そしてパーポー、初めて試した色似合ってますね。そして最後はレッドで決めてきました。それでは続いてチャイちゃんのお花形の首輪でどうぞ。まずは赤と黄色のお花の首輪からスタート。続いては水色ピンク、これもまた可愛いです。次は薄ピンクと黄色見せつけてきます。次は黄色オレンジ、金色の鈴も可愛いですね。次はパッションピンクに薄黄色、また見せつけてますよ。そして最後は緑色オレンジでフィニッシュ。毎回首輪を見せつけてくれてありがとうございます。まずは金のネックレスと生かした丸いサングラスで登場だ。やんちゃなんだけどお上品な感じもあります。次はピンクゴールドのフレームのメガネ、これもなかなかお上品です。そして最後は青のミラーサングラスで決めてきた。テムさんはプチプラなので全色遊んじゃうっていうこともできちゃいます。さて、かわいいクリスマスカードも準備できたぞ。こんなのみんなもらえたら嬉しいでしょう。というわけでさっきのカードをポケットに入れて、今からクリスマスのおデートだ。楽しみだな。え、スタッフさん何首につけてるのって？俺のことかい？仕方ねえな、見せてやるか。クリスマスツリーのネックレスだよ。いいでしょう。そしてこのブローチも見て、かわいいでしょう。仕方ねえから俺の魔法見せてやるよ。こうやってお胸に手をかざして、じゃーん。おデートだから買っちゃった。かわいいでしょ。これをつけておデートしてさ、すごくいい雰囲気になってさ、抱き合ってさ、ちょ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 、わー。こんな商品も見つけました。これはトナカイさんの帽子ですね。それでは早速あの方に身につけてもらいましょう。さてトナカイになるのは誰かな。どう、ちょっと深くかぶってみたの。そしてカリンちゃんにはこれを身につけてもらいました。この赤い部分がスウェットのような素材で結構クオリティが高かったです。うわ、あそこに白と黒と茶色の潰れた雪だるまがあるよ。それでは次はこちら、ペット犬フロントキャリアバックパック。こういうの憧れてたので買ってみました。それでは早速試してみよう。まあ、絶対入ってくれないと思ったんですけれども、チャイちゃん案外入ってくれました。それは良かったんですけれども、結構素材がチープで、これでお外歩くとなるとちょっと心配かなっていうのが正直なところです。なんといってもサイドのチャックが上がりにくくて、そこが最大のマイナスポイントですね。もしこのスタイルで猫ちゃんと一緒にお散歩したいのであれば、もっといいものを買った方がいいかと思います。続いての商品はこちら、カラフルの玉を銃で撃って猫ちゃんと遊ぼうってやつ。それでは早速試してみよう。まずこの黄色いのを引いて、そして先端にフェルトの玉を入れます。そして、おー、なんだ祭りか、なんだこの玉は。デイ、待てー、デイ、おー、待てー、来い。こう見ての通りですね、これはかなりおすすめですね。価格も驚きの価格なので、もしテムでショッピングするのであれば、これは必ず買った方がいいと思います。超おすすめです。続いての商品はこちら、猫三層ターンテーブルおもちゃ。それでは早速試してみよう、レッツゴー。さあ一体誰が登場するのか。おーっと、まさかのチャイチャイが登場した。早速このピンポ玉のようなものとか周りにおすんすんし始めて、周りもチェックしている。周りに気づかれたら嫌なんですかね。おーっと、手前、カメラの前をカリンちゃんが通った。おーっと、まず気になったのは、あ、このふさふさな羽だ。羽を念入りにおすんすんして、その下どんどん酸素を全部、おっと、カメラアングルに変わりました。おーっと、上の段のピンポ玉で遊び出した。おーっと、今度は下の青色のピンポ玉を交互にシャカ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 動かしております。おー、まさか遊ばないと思ったら、意外と楽しんでくれております、ありがとう。さあ続いての商品はこちら、猫用ハーネス&リードセット。こちらも私憧れの品物です。これはいい商品だと思いました。素材もいいですし、内側のメッシュ加工とかも良かったですね。止めるところもマジックテープになってます。そしてこのドゥリって書いてあるやつが反射板になってるんですよね。この気遣いもナイスです。そしてこの D 缶にリードをつけます。それでは早速つけてもらいたいと思います。お散歩お散歩楽しいな、よだれがなぜだか出てくるよ。そして最後はこちら、スローフィーダー。特にうちのカリンちゃんなんですけれども、おやつをあげると早食いしてしまって吐いてしまうことが多いんですよね。なので前から欲しいと思ってた商品です。それでは実際どんな感じで食べるのか見ていきましょう。うわ、ラッキーおやつだ。届かない、ほら来なさい、
ほら、チャイのお口に来なさい。食べづら。キャリーはこういうの得意だよ。ほらほら、顔を入れ込む角度が大事なんだよ。これ離れるな。ほら、こっちに来なさい。ほら、あなたはチャイに食べられる運命なの。ほら、来なさい。見てわかる通りですね、効果は抜群でしたね。ただもう少し食べやすくてもいいかなとは思いましたね。それとこの器がよく動いちゃうので、裏がシリコンとかついてたらよかったなと思いました。映像には残ってないですけど、最後カリンちゃんがひっくり返して全部食べてました。さあ皆さん、いかがでしたでしょうか。テムで2万5000円分の商品を買って、そしてレビューをさせていただきました。紹介してなかった商品もまだまだあるんですけれども、特に面白い商品をかいつまんで皆さんに紹介させていただきました。今回紹介させていただいたテムですけれども、商品数はものすごいですし、なんといっても価格がめちゃくちゃ安い。なのでカラーがある商品は全種類買ってみたり、ちょっと気になった商品を安い価格なので気軽に試すことができました。そして今回もちぬこの動画見ていただいた方に、なんと1万5000円分のクーポンをプレゼント。詳しくは概要欄をチェック。